こんにちは。芸術工学研究員の平井康之です。人間中心のデザイン手法であるインクルーシブデザインを研究しています。デザインというと皆さんは何を想像しますかファッションやカーデザインなどのもののデザインを思い浮かべるかもしれませんね。しかしデザインはそのような物のデザインからことのデザインへ広がってきています。 その中で近年注目を浴びているのが欧州発のインクルーシブデザインです。世の中には物理的な障壁だけではなく、性差や国籍、言語、文化の違い、貧困、情報やデジタルアクセスなどさまざまな社会からの排除に直面する人々がいます。彼らに初期の段階からデザインに参加してもらうことで誰も排除しないデザインを目指します。 インクルーシブデザインで大切なのは対話です。機能性だけではなく、一人一人の異なる気持ちに耳を傾け、共にデザインします。介護施設で用いるライフマップは、入居者とケアマネージャーとご家族との対話から、入居者のこれまでの人生を可視化し、これからの人生をデザインするボード型の対話ツールです。すでに、 介護の現場で実際に使われています。子供用服薬ツールは、子供薬デザイン実行委員会で手掛けたプロジェクトです。子供たちや薬剤師と話し、服薬のストレスを和らげるハート型や魚の形のゼリーで包んだデザインにしました。以前 NHK に出演したとき、インクルーシブデザインを 10秒で視聴者に説明してくださいと言われました。困った末に思いついたのが SOS をワオに変えるデザインという言い方です。ワオの例をお見せしましょう。これは日の丸をもとにしたデザイン作品です。真ん中が単に折りになっていますね。日の丸を斜めから見ると何が見えるかわかりますか実は日の丸はハート型に見えるんです。 デザインの機能性が高いのは当たり前。使う人の SOS の気持ちを和オに変える。そんなデザインを目指しています。クリエイティビティは誰もが持っているものですが、自信が持てない人が多くいます。こんなデザインがあったらいいなという自由な発想を大事にしてください。それが0から1へのイノベーションを 生み出す力につながります